どうも、今回はコクピット周りやっていきたいと思います。まずですね、本体についてる破損しやすい場所に、マスキングテープ貼ってます。ちょっと、筋彫り甘いところを、カリカリやっていきます。BMC タガネの 0.1 使ってます。タガネよりもですね、ミドル系の方がやりやすいとは思われます。発進時ですね、機体上部の空気口は、開放状態です。その際インテークは、閉まっている状態、異物混入防止のためです。そのバージョンでやっていきます。ニードルでもやってみました。個人的にはニードルの方がやりやすいと思います。リベットもですね、パンチしてですね、ちょっと、深くして、墨入れ、塗りやすくします。コクピット周辺の一部を墨入れしてみました。右側が毛が生えてないとこです。さほど変わりませんが、後で効いてくると思います。そう信じてます。パイロン取り付けるところですね、これピンバイスで、穴開けていきたいと思います。表と裏をですね、両方ともグリグリやるとですね、だいたい綺麗にですね、開口できると思います。キャノピーはですね、オープン状態とクローズ状態に両方したいんで、真鍮線をですね、取り付けてですね、どちらでも対応できるように、したいと思います。シャフトのですね、塗装は、ファレホの、シルバーですね。下地はブラックサフでいってます。垂直尾翼のパーツの接着ですね、これインストじゃ分かりにくいんで資料を見ながら、接着しました。このエッチングパーツを使わなくてもですね、デカールで対応可能なんですけども、エッチングパーツ使う方が立体感出ますんで、チグに合わせてですね、瞬着で取り付けていってます。悲しいかなでですね、ちょっと取り付け場所を間違えてまして、もう一回やり直してますね。剥がしてこれやり直した状態になります。コクピット周辺はですね、もうグレーサフでいっちゃいます。フロント部分ですね、これブラックなんで、マスキングしていきます。多少マスキングが、適当でもですね、キャノピーをかぶせるんで、適当な部分隠れますし、大体で、マスキングテープ貼ってます。案外適当でやった方が、うまいこといくもんです。キンタースタジオのバキュームキャノピー買うたんですけど、なんかもうしわくちゃなってますし、なんかモールドもなんかこう曖昧なんで、もうさよならします。キットのやつで十分ですね。前にも説明しましたが、センターラインありませんし、処理がですねだいぶ楽です。キットと合わせてみましたけども、ドンピシャーですね。コックピット周辺墨入れをしていきます。グレーとですねブラウンの墨入れ両方使って、コクピット周りの、モールドに、墨入れていきます。シート後部のですね、精密機械部分ですね、ブラックと、アイボリーで、色分けしていきます。資料を見るとですね、コードがもう目いっぱい這いずり回っとんですけど、ほとんど見えないんで省略したいと思います。もうこれだけで十分かっちょいいですね。もうお腹いっぱいです。
キャノピーの合いがかなりいいんで、もうキャノピーを取り付けた状態で、塗装することにしました。これセロハンみたいな感じになってるんですけど、終着でやったら白化するかな思ったんですけど、全くしませんでした。終着で、接着できると思います。なんぼですねコーティングしてもですね、剥げるときは剥げるんで、ブラックで、剥げた部分を、補修していきます。これキャノピーですね、珍しく、2色構造になってます。資料を見てもらったら分かるんですけど、キャノピーのエッジの部分にですねちょっと、コッパー系の色が入ってるんで、マスキングして塗っていきたいと思います。曲線部分はですね、白色のマスキングテープ、これタミヤのやつなんですけど、曲線にも当てやすいんで、重宝してます。長谷川さんのセラミックコンパウンドですね、そのままでも綺麗なんですけど、ちょっと磨いただけで、若干変わりました。テカリ具合がいい感じです。ミラー3つついとるんですけど、キャノピーを、閉めた状態にするとですね、1つ干渉してしまうので、ミラーはもう2つだけしかつけないでおこうと思います。ブラックサフを吹いた上からですねシルバー塗っていきます。マスキングテープに塗料を出して塗るっていうのも、合理的ですね。無理くり瞬着でくっつけてます。すぐ取れると思うんで気をつけなきゃ。わざわざシャフト作らんでもですね、機体のエッジに、かますだけでですね開く状態可能ですね。次回はですね主脚と前脚のですね格納部分を、やっていきたいと思います。見てくれてありがとうございました。